こんにちは、徳です。今日のテーマは、ヨックさんゲーム会でプレイした City of the Big Shoulders のセッションレポートになります。それではですね、 7月17日のヨックさんゲーム会でプレイした City of the Big Shoulders。こちらのセッションレポートを進めていきたいと思います。今回、タマさん、ゲッサイさん、ヨックさん、私の4人と。 いうことで久しぶりにこのゲームをやったんですけども、月ッさんは初プレイと。ゴールタイルはあの AI のトークンの多い会社、会社のお金から販売員、アセット数とパートナー。目的だったんですけど、どうもね、このパートナー数最大っていうのがあんまり好きじゃなくてですね、こいつですかね、パートナー数最大。パートナー数っていうはワーカーの数になるんですけど、このゲームね、高確率でパートナーは 5つ全部、各プレイヤーを持つことになると思うので、このゴールタイル自体が、いまいちかなと。 あまり目的としてどうせみんなタイになるんだったらほぼ意味がないし逆に言うとワーカーパートナーをフルに取れない人はもうそもそもダメなはずなんでさらに差が開くだけですから戦略としてどうかなというのは思いますしまあ似たようなものでこのアセット最大っていうのがあるんですけどこれもですね結局会社って10社しかないうちアセット持ってる会社5つですから2個持った人がトップじゃんみたいな のが現実的にあるので、まあ、そこも目的としてどうなのかと。何かに、ね、特化っていう感じじゃないですからね。だからこのゴール自体、なんかもっとバリアントでもあれば、そういう目的にしたい気はしますね。会社のお金とか、まあ、そういうのはいいと思うんだけど、あの、アピール値とかね、思いますね、これは。個人的には、パートナー最大とアセット最大の二つは除外したいね。 あと被らないように AI と労働者は被らない。10%、20%は被らない。だからこ、ここから一つ選び、ここから一つ選び、ここから一つ選び、一個一個みたいな、ね。それでいいんじゃないかな。そんな感じでしたい気はしますね。次回そういうのは提唱してみますかね。これでどうでしょう。これはどっちか。 がランダムだけど、バランスよく登場するようにしましょう。こっから一つ、こっから一つ、これは除外。こっから一つで、これはデフォで入るみたいなね、のを提唱してみたいと思います。 実際手番、月斎さん、玉さん、私、くさん、えー、月斎さんの手番で、えー、月斎さんから会社を選んでいくというところなんですけど、わかんないですよね。はじめどの会社を選んだらいいかっていうのが。一応その豚が有利だよとか、アピール値上げた方がいいよとかっていうのは説明はしたんですけど、えーまあ、その中から月斎さんはアングロ豚の方を選びました。 これもちょっと出してみたいと思うんですが、これが10社の一覧になりますけど、豚がいいよー っていう話をした時に豚って二つありますよね。まあアングロ豚とスイフト豚。これどっちがいいかっていうのはなかなか難しいところなんですけど。まあブログの方にはね、スイフトの方がいいのにって書いたんですけど、このあたりはあくまでも私の主観的なところではあるんですけど、昔ね、あのひだりさんのブログで見て、その影響をそのまま引きずってるだけっていうのはあるかもしれないけども、この違いを見るとですね、両方ともアセットはある。アピール値はスイフトの方が高い。 売り値がスイフト70、アングロ50なんですけど、スイフトの方は全部機械化できたとして、1、2、3、4個5個だから 70×5。MAX で350期待できる。一方、こっちは、1、2、3、4、5、6、7と。5の7だから350。らここは同じですね。5×7 と 7×5 なんで。まあ、同じなんだけど、ポテンシャルの違いは、マネージャーですね。マネージャーが、こっちは、 アピール値とキューブ。1個目は同じなんだけど、2個目が違いますね。こっちはグッズに対して、こっちはアピールと商品がついてくると。で商品ついてくるっていうことは、実質プラス70になると同じですから、デフォでね。420がベースになるというのは言えますし、あとその、例えば商品が増えるごとに単価の高い方が、まあ、いいですから、スイフトの方が総合力はいいだろうと。 もちろんそのワーカーがいっぱいいるんで5人必要になるので序盤両方起動させるのが厳しいよとこんなに人間雇えるお金はないので良よくて2ラウンド2ラウンドも全力でいかないと難しいかなという感じはありますねそれに比べてキューブはいっぱいいるけどワーカー少なくて済むのでそこは立てやすいし早期にフル操業しやすいっていうメリットはあるでしょうと ま、あとは加えて、人気上げたタイミングで人、一人は湧いてくるから、一ラウンドはそんなに苦労しない、雇用しなくて済むのはメリットかな。そう考えると、そんなに差はないやんけというところなんで、豚の二つは優秀だねという話になるかもしれない。個数いっぱい売れる方が、ボーナスは取りやすいですかね。そんだけ埋めやすいんでね、エリアを。そういうメリットはあるでしょうと。 曲で、ゲッサさんがアングロブタを選んで、ヨックさんがこの AGS を取りましたね。フル創業して、えー、まあ、ワーカーを増やすのに有利な会社ですって書いてるんですけども、ここもちょっと見ていきたいのですが、ヨックさんの選んだ AG スポルディングですね。この会社って、売り値が30、グッズが6、7。 だから、3×7 で21、210しか取れないので、そういう意味で言うとしょぼいんですよ、ここは。210しか収入がないってことは株価210以上、デフォでは上がらんっていうことで言ってますからね、これ。何かもっとパワーアップすることをしないと。で、したところでこれ、販売員は30止まりだし、頑張って商品増やしたところで、単価が安いから、もうこれ、ほとんどもうここに成長余地がないわけですわ。だけども、 なんで奥さんがこの会社を選ぶかっていうと、まあ、分かりやすく言うとですね、まあ1830だったらここはニューヨークニューヘブンなんですよ。ボストンメインなわけですよ。つまり、ここってワーカー3人でいいし、グッズも4つあればいいと。 つまりお金があんまりかからないので、初期にワーカー2つフル創業できる可能性が高いんですよ。つまり何を言ってるかっていうと、パートナーを1段目に増やせるというのが最大のメリットでしょうね、この会社は。まあもちろん同じ理由だけ行くと、この NK フェアバンクっていうところもいいんですよ。ここは2人しかワーカーいらんすからね。それで、えー と、こっちの方が300で高いし、アピール値も高いし、絶対こっちの方がいいと思うんだけども、ただここはアセットがないんですよね。だからアセット付きで、かつ、えー、早く、ワーカーあ、パートナー、どうもこれ、ね、ワーカーとパートナーっていうのが間違いやすいんだけども。気分的にはその、パートナーのことをワーカーって言いたいんですけどね。じゃあゲーム上、これがワーカー。普通我々が言う若プレで言うワーカーは、このゲームではパートナーというんで。 ちょっとそこの用語だけはちょっと気をつけて今日は語りたいと思うんですけども、そんな感じで、ま、ヨックさんはスポルディングを選んだ。で、これね、なんか、ちょっとまたそのうちやれるかどうかわかんないけど、戦略動画みたいにやるときに、このスポルディングは序盤の立ち上げに最適だみたいな書かれてたんでね、ヨックさん、やっぱりちゃんと調べてるんですかね、この辺。 さすがですね。そういう序盤向きの会社を選んで、まずパートナーを増やすことを優先したという意味で、最善手なのかもしれませんね、ここは。で、私がスウィフトブタですけども、これはね、そういう意味で言うと、単にひだりさんのブログに、 受け売りになってるだけかもしれませんけど、やっぱね、スイフト豚って総合力いいっすよね。これまずアピール値さん一番高いし、さらにアセットがついている。つまり3でアセット付きの会社っていうのはこのスイフト豚だけなんですよね。単価が70と比較的高いと。他はもちろんこの BBC とか110に比べると低いですけど、これ BBC ってこれいわばあの、モノポリで言ったらこれグリーンですよ。それ全部建てれて全部変えたらいいでしょうよっていうところなんで、なかなかか そういかんと。これ重すぎるんですよね、ちょっと。だからそこそこ、70というそこそこの売り値ですと。靴屋とかも70、エルジンとかも70ってあるけども、いずれもアセットがない。このあたりがデメリットでしょうね。こだわんなきゃ確かにそんなに変わんないかもしれませんけどね。で、次に、マネージャー能力ですけど、スイフト豚についてはまず必ず両方ともアピール値を上げる星がついてる。 アピール値このゲーム、もうほ重要ですよ。先に動けるかどうかで、まずあのー、これもちょっとマニュアルでいきますか。アピール値の重要さっていうのは、ここのレベル9か。 レベル9でもらえるパートナーが早く獲得したいので、これを獲得するためにも、まずゲージを上げていきたいよとで。ゲージを上げるためには、とにかくここの人気度を上げていかないといけませんから、まあ、マネージャーを持っていれば確実に上げれるし、ここのアセットでも上げていけるので、まあ、比較的アピール値を上げやすい。 と言えると思うんですね。で、さらに、二人目を雇うと、商品まで増えますから、商品が増えるっていうことは、この株価の、これで1個増えるので7、7×6、420が期待できると。えー、っと、さんが靴屋を選びましたと。で、さんはですね、今回、よくさんがミシン。 選選んんんで、でも私とさんが、まあ、豚を選んだと同じセクターはできれば、あの、競合を考えると避けたいので、その理屈から行くと、農業に行くか、靴屋に行くかと、まあ、どっちかになるんですけど、農業の方がね、商品の 売るマスがバッテンのやつがあったんで心理的に選びにくいというところで靴屋に行きましたとまあ、いずれにしてもね農業にしても靴屋にしても、まあ、どっちも1しかないし人気度がねしょぼいよねとまあ、この2つに行くんであればね ミシンに参入する手はあったかなと思うんだけども、結局靴屋に行ったと。靴屋もね、どうせ行くならこっちのドガートの方がいいかなと個人的にはいろいろ思ったりはするんですけど、っていうのも、こっちの、確かに CM ヘンダーソンは40に対して4、5、6、7、8、9、10あるので400。こっちのドガートの方は1、2、3、4、5と350。 と400だったら、まあ、400の方がいいじゃんなんだけど、いかんせんこっちね、工場3つあるので、創業するのに3工場あると手間がかかるので、こっちがドガートの方が、ここだと2個で済みますし、商品も1個ついてることを考えると、こちらの方が揃えやすいかなと思うんですね。ポテンシャルとしてはあるかなーっていう気は、若干。 感はしますけどね。単価高いですしね。まあ、さっき言ったみたいに単価高い方が商品増やした時のメリットは大きいので、いいかなとは思いますが、こちらに行ったというところが、まあ、初期の、えー、会社選択。あの、選 で、辛いですよね。会社選ぶのが一番後になるので、だいたいブタブタ、ミシンって選んだ後の4番手、ミシン被せるかどうかっていうところで、なかなか悩ましい。リビーをね、麦に行くんだったらリビーも平均的でいいかなと思うんですが、リビーは20の40、40になったとして3、4、8、320、アセットついてるし、両方ともアピール値が上がるので、他に比べるとやや見劣りはするものの、そこそこ 戦える会社かなとは思います。それが会社の選択でしたと。で、実際のプレイの方なんですけども、そちらはテーブルトップシミュレーターの方で見ていきたいと思います。こちらですね。ここ出てる内容とかは違いますけど、こんなのが選ばれていたとして、初期何が来てたかっていうのをちょっと見てみたいと思いますが、そう、タマさんこれだったんだよね。タマさんがバーンとこいつを置いて、それで、 あとなんかキューブですよ。ヨックさんとゲッサイさんがキューブで。まあなんかここはこんな感じでしたよね。それで、そうそう、私こいつを出しました。単価の高い会社私持ってますから、えー、商品を増やすのは重要でしょう。ということで商品を出しました。こいついいよね、やっぱりね、タマさん。タマさんね、次にこいつ出してるんですよ。これ2手目ですよ、タマさん。でね、3手目にね、タマさんはね、タマさん引きよかったね。もちろん。 運だけではないんですけど、でも高いのがあると有利なのは事実なので、そうそう、タマさん3手目これですよ。私もここなくなく入ったんですよね。ここみんなもうタマさんのところはね、フル稼働ですよ。みんな利用して。だから個人にもバカバカ金が入る。私のところほとんど入ってくれなかったからね。私が2手目にこれを出した。3手目なんかこういうやつ出したと思うんだけど、もらいも少ないしね、ちょっとここはこんな感じはありましたが、 これやっぱ美味しいわ。このアピールにはね。こんな風になっていて。だから次やるときはドラフトやろうね。ちょっとは軽減できるかなと思いますし。当然、ファーストピック問題はあるにしても、初めに配るよりはいいかなと思うので、さっきのゴールタイル同様、次回プレイ時にはドラフトは提唱したいと思います、ね。初期会社は全員35で立ててました。175の 資金で開始するとなると、やっぱりみんな35になるよね、ということで全員が35でスタートした。でここでね恥ずかしながら大失敗したのは、 今回の運行ラウンドをなんとこの株価順でね1830みたいにやってしまったっていうのがひどかったですねこれ何をやっとるんじゃというところではありましたねどんな今まで何ゲームやってきたんかそのぐらい覚えとけよっていう,うまさにそう言われると返す言葉もありませんという感じにはなりますけど初期に立てた時にとすでに3の人はもらえないから上がってもらった方が美味しいよねっていうのを私がちょっと強調しすぎたのもある かもしれないけどももみんんな低めを食べたまあもちろんねいやいや、わざわざそういうアクションしたって同じじゃんと。だからすでに持ってると思えば腹立ちませんよとも言ったんですけど、いやいやーっていう話で3以外の皆さんは選ばれたというところではあるんですけど、これで順にやるからみんなアピール値を上げようとするんじゃないかと。ちゃんとこのルールでやってればもっとみんなね、アピールを上げないとダメだっていう感じにはなったと思うんだけど、それよりも株価が高ければいいよねーに、 なったので、そこがちょっとどころかかなり失敗でしたね。 もういかに,に人気度を上げないと大事かと。今回ね、月ッさんが商品売れずに、私がと豚で被ったからね、商品売り切れませんでしたっていうのがあったんだけども、そういうのもあるから人気度を上げて先行きたいし、そういうのもあるから他の人とセクション被るの嫌だよねっていうのがあるので、それを踏まえたこの人気順なんですよね。このゲームをそこを株価でやっちゃったもんだから、面白さが多分4割ぐらいは、 減ってしまったかと思うんで、ここはぜひ再戦ですね。ほんとひどかったやつね。麻雀をあの、時計回りでやって気づかないみたいなもんですからね。も恥ずかしい限りなんですけども。それは置いといて。で、は、まあ、みんな35で立ててやったんだけども。私がですね、ちょっと他人のわかんないから。自分だけで行くと、初手がマネージャーに入ると。これを初手でやったんですけど、これはね、結局2アクションしかできないですよと。私の場合。で、2手目には、人を雇う。 しかないんだけど、えー、人がこの状況だとこうだわね。こうなってますよと。で人を雇ってもいいんだけど、人高いし、どうせこれ5人なんか雇う余裕はないので。 リソースも買わなあかんから、初手では無理ですと。と二人いればいいと。この時キューブは1と2で取れたから、ここの30と、ここのお金、まあ、40だとして、40、40、80の30、110と。で、110の60で170。だから、ま、40で取らされたとしても、マネージャーを1人雇って、 で、30でキュー部、初手にはで,まできますからね。キュー部取れるので、まあ良かろうということで先にマネージャーから行ったんだけども、ま、ね、これ逆から入るとの方が安いのは分かってるんだけど、マネージャーが埋まってると辛いですから、やっぱりマネージャー持っとくと、 これがね、上がっていくんで、これ早く上げたいですからね。なので、それも踏まえると、先にマネージャーを抑えたい。他にマネージャーマスもないので、マネージャーから抑えたいと。実際やっぱり40で買わされることにはなったんだけど、これの 60, これの80、リソースの30で5ドル残り。カツカツはカツカツ、もしなんかもっとその辺見切られて、40まで買われて、50で取らされたらもう投了ですからね、これ。 そう考えると、かなりシビアやね、これ。今思うとね。だから、はじめに5株だったんだけども、もう1株、自社株を買っとくと、安心はできたでしょうね。たまさんが私の株を買ってくれてたので、私は会社のね、株減るのが嫌だったから、よくさんの株を買いましたけど、でもし事故るんだったら、買っとかないといけなかったね、っていうのはありましたけども、なんとか、ギリギリでは、とりあえず買えたと。 いうところでしたと。まあ、あの、先に動けるのメリットはね、やはりこのリソースが読めるっていうのが最大のメリットで、何が来るか分かんないですからね、後手番だと、そんな読み切れないし、意地悪されて、例えばこの辺で黒、黒、黒とか残されたら死亡しますからね。なので、先に動きたい。まあ、先に動けるっていう意味でもやはりスイフトブタはいいのかな、とは思いました。次のラウンドには、2ラウンド目はね、これが出たんですよね。アピール、これがね、アピール値2がこの辺に色々変わらてたから、 出てきたんで、こいつを取って、これの2と、次がね、1ラウンド目ではここに来るでしょ。で、次がこっからまた2マス来て、1マス動いて、ここになった方かな。そんな感じで2ラウンドは持ってこれ たのは覚えてますけど、ただやはり2ラウンド目もそんなにお金が増えてるわけではないし、他の人も買ってくれなかったので、次に備えて若干リソースを仕入れるっていうのをやった記憶があるんだけど、あまり大したことはできんかったかな。商品1個買ったいやば覚えてないな。これを買うのと商品を仕入れるぐらいしかできなかったと思います。 で、次の3ラウンド目に行って、3ラウンド目になるとパートナーが来るんで、ここで私はようやく1人増えたのと、ここまで来てるから、で、次にまたここでこれをカクッとやって、ワーカー解放できたっていうのと、3ラウンド目はお金がありましたから、ここをフル稼働して、これが1、2、3、4、5と、ここまで行ってたんだよね。何で上がったか忘れたけども、ね。ここまで来たから、商品が1個増えて6ですと。で、私が自分のマスに突っ込んだので、7個売れたと。 ここ通ったから1個販売員がいるので 7×6 で420。あとここ2つ入れたのでそこで70取れて490の配当が取れたので、まあ、それでガッと伸ばすことはできたかなと。 ね一株49あると結構もらえますからね、60%あるので。で、それは良かったんだけど、私は一社だったけど、他の人はもう二社持ちでした。今回のルールが複数持つのに有利なやつばっかでしたからね。あと、なんだっけ。だ結局アセットと、それから、このマネージャーいっぱいいるのと、AI いっぱい,いっていうルールだったけども、これらはみんな会社を多く持ってる方が有利なルールなので、みんな会社を取りに行ったと。だけども、その戦線行っても私は もう間に合わないと思ったのと、もともと序盤で苦労してたから、あの、商品がね、2個しか売れないと、私が行って入りきれないと次の決済さんに取られるだけなんで、結局あの豚が被ったから。そうすると、こういうところで逃げるしかないんだよね、ボーナスを上げないようにするために。 そういうのがあったから全然ボーナス取れず、月ッさんばっかりがボーナス取っていく展開だったんだけど、この時には商品が7個売れたので、さすがにこことここを埋めることができたんで、この時には配当多く取れましたけど、1社に特化したからこそできるのであって、まずはここを軌道に乗せるまでは1社で行こうと。複数の会社を持つとワーカーが分散するから、特化の会社を評価することができませんからね。と私はとりあえず1社した。もちろん2社目は次の 4ラウンドには変わると思うんですけど、まあ、4、5で一社ずつ変えるかどうかぐらいな話かなと思うんですが、で、これから中盤戦、よっしゃーっていうところで時間切れということに今回はなってしまいました。タマさんがね、さっき言ったみたいに、ここのワーカーの配置が良かったんで、個人収入がかなり多かったですから、そこのアドバンテージとボーナス取ることで、タマさんとにどのくらい追いつけるかっていう感じの展開だった。 たと思いますね。で、まあ残念ながら時間切れということになったんですけど、まあやっぱこれ再生せなあかんと。特にね、今回あのブログの方にも書きましたけど、まずこの一番言ったここのトラック順を株価順でやったっていうこれはもう言語道断のまずミスだったよねというのがありましたし、このね、リソースの補充もこれって、えー、っと、どっ どっからここも置くんだっけとかね、全然グダグダでしたし、それからワーカーもね、はじめなんか下の方に置いてて、ここから取っていけばいいんですよみたいなことを言ってたし、して、むちゃくちゃでしたね。 あとねう、アセットのない会社がアセット取ったらどの効果が適用されるんだっけとか、買った時のコストってこれとこれ足すんだっけとかね、全然覚えてない、えー。そういうのもあるので、次回やるときには、まずタイルはドラフトしましょう。ゴールタイル整理しましょう。で、ルールもう一回おさらいしてやりましょう。で、私はあの、日本語ルール持ってきゃよかったんですよね。これ失敗でした。 それから、アンオフィシャルの,の BGA にも掲載されてますけどね。それから、拡張ですよね。拡張私もやったことないので、拡張入るとアセット複数の会社とかあったりするから、どの目標タイルが出てもバランス取れてるかもしれませんし、新しい会社が出てきたらそれを踏まえた上でゴールタイル調整するかどうかも合意してね、えー、進めていけばかなり、えー、締まったゲームになるのかなと思うんで。それが今回のゲーム会レポートでした。 えー、アトグチャンネルでは、えー、ゲームの紹介からプレイ動画の方を主に扱ってます。もしこの動画がですね、面白かったとか、えー、ためになったと思っていただければですね、私のモチベーション向上のためにも、えー、いいねボタンからチャンネル登録の方をよろしくお願いします。はい、本日は以上となります。さようなら。